どうもしゅんです。こんにちは。僕は今大阪に来ております。この1年間を通じてしゅんダイアリーチャンネルで就活生を応援しようっていうプロジェクトをしようと思ってます。今回大阪の就活生1人にフォーカスを当てて応援させていただきたいなっていうふうに思ってます。今回はその大阪の就活生の子に会いに来ました。大阪城の前のここでのベンチで待ち合わせなので待とうと思います。あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。お名前をお聞きしてもいいですか？はい、大海ゆりかです。あ、よろしくお願いします。すいません、ちょっとコミュ障が発揮されてきゆりかさんはこういう企画に参加してくれようと思った理由とかってありますか？やっぱり今はその就活する上でめちゃめちゃいろんなことが不安だし、例年よりやっぱりコロナで採用が減ってるとかそういった噂聞く中で不安が募ってるので、やっぱりこの企画を通して就活に対してのモチベーションも上げたいし、不安も取り除けたらいいなって思ったんでチャレンジしてみました。ゆりかさん的には東京で就職したいっていうふうに思ってるんですか？はい、大阪より東京の方がビジネスチャンスとかあるかなって思うし、やっぱり東京に対する憧れっていうのが一番なんで。わかるよ、わかる。東京で就職するためにいろいろやって動いてるっていう感じなんですね。じゃあちょっと今日はゆりかさんの普段の生活とか今抱えてる悩みをお聞きできたらなっていうふうに思います。はい、大阪来た感あるね。ゆりこです、ね、記念撮影です。はい。私のおすすめのたこ焼き屋さんを紹介します。真中さんです。美味しいんだ。はい、結構大阪で人気ナンバーワンなんで、ぜひ大阪に来たら皆さん食べてください。いただきます。さすがに暑かったですか？めっちゃうまい。今まで食べたのもたこ焼きの中で一番美味しい。お、よかったです。それは、はい。熱いね。就活の軸とかありますか？ゆりかさんは大学 1,2 年生の時は何してたんですか？1回生の時にその大学で応援団チアリーダー部に入部して、はい、なんで1回生の時は本当に毎日部活漬けの日々を送っていて、大学授業が終わって部活動行ってを繰り返して、1回生の8月から今年の3月までカナダのバンクーバーに留学に行って、なんで 1,2 回生は部活と留学っていう。なるほど。なのでアルバイトとかそういうサークルの飲み会とか全く経験してなくて、友達とも遊ぶ時間あんまりなくて、インターン的なことは今まであんまりしたことなかったっていう。なかったですね。全く働くことに親近感がなくて結構不安な気持ちが。そうよね。じゃあ歩きますか。新世界に来てます。じゃあちょっと軽くランチを食べましょう。はい、ここに来ました。これがどて焼きか。人生初どて焼き、いただきます。じゃあ、いただきます。美味しいです。てかさ、大阪の人ってさ、お好み焼きとご飯食べるの？本当に食べますね。え、普通じゃないんですか？普通じゃない。いやでもあれはおかずっていうか。へぇ、はい、ということで今からゆりかさんの実家の方にお邪魔させていただきます。すごいめっちゃ緊張するんですけど、お母さんとかにもまだ会ってないので。お母さん、お父さんいるみたいなんで、うん、お母さんとお父さんにちゃんと挨拶してちょっと仲良くなりたいなっていうふうに思ってます。はい、行きましょう。お邪魔します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆりかさんどういった娘さんかっていうのをお聞きしてもらって
よろしいでしょうか。家ではあんまり喋らないですけど、負けず嫌いなところはすごくあると思います、うん、主人にと思うんですけど、にってすごいこう繊細なところがあって、結構几帳面に仕事をこなしたりすると思います。お父さんはどう？まあ、小さい時から好奇心がすごく旺盛で、はい、いろんなことに臆することなくチャレンジするっていうのはやってきたかなって見とって思いますね、うんうん、ただ一方ではちょっと飽き性なところがあるんで、取り組んでチャレンジしてはもう飽きたと。ただまあそれもいいとこかななって思いますけどね、うん、中学の時もピアノを弾けないのにピアノの発表会でピアノ弾かれへん音楽コンクールでピアノの伴奏を一人でやるとクラスの、はい、それを私やりますって、いやお前ピアノ弾かれへんや、まあ、そのクラスも迷惑ですよね合唱コンクールのピアノの伴奏が素人が弾いてるという主体性であったりとか、どんどん新しいことにチャレンジしていく姿勢が昔から、うんうん、そうですね。東京に就職したいっておっしゃってると思うんですけど、それについてはどう思いますか。まあ一応私は大阪にいてほしいですけどそうですよね。まあでも自分が考える進路なんて仕方がないかなと思ったりしますけど、東京の永住はねちょっと嫌やなと思いますけど今時別にそのね飛行機でも1時間ですし、うん、まあ、新幹線でもね2時間ちょっとでね行くんで、別に住まなくても東京でも仕事できると思うし、まあいろいろそこは東京に住むっていうことを前提にっていうわけじゃなくて、やっぱり仕事をまあ優先して、まあそれが例えば大阪であってもいいんじゃないかなと。なんか東京優先のような就職の仕方っていうのは、まあそれは別に必要ないんじゃないかなと思いますけどね。うん、男の子と女の子とまた違うかもしれない。お兄ちゃんの時は、はい、サラリーマンするんだったら東京に行きなさいってすごい私結構勧めてたんですけど、うん、女の子だったらなんかそこまでって思ってしまいます。親御さんお二人から見てどういった企業さんとかだったら活躍できるかなとかってありますか、ね。まあ、僕はまあ企業に勤めて企業の一つの会社の代表でもあるんですけど、企業勤めと今の代表の立場とで言ったら、はい、それは代表の立場の方がいろんなことがやっていけるし、うん、もっと早くまあ独立もした方が良かったなと思うし、なのでまあ企業の中で働いていろんなことを身につけるっていうことはまあ大事なことですけど、自分自身が自己実現みたいな、どういう風にそこでやっていきたいとか、うん、期待性を持ってねできるっていうのと、ついてはまあ独立につながるとか、うん、独立しなくても生き生きと自分らしくそれを将来的に考えながらやってほしいなっていう気はしますね、うん、仕事だけじゃなくて全部つながることなんで、はい、どう人生を歩んでいくかっていうところかなって思いますけどね。ゆりかさんが納得いく就活をして、自分自身がやりたいことが見つからなかったとしても、長い人生の中のファーストキャリアとしていいものとなるように僕らもできることをさせていただけたらなっていうふうに思ってます。逆にこうやって来てくださったの方が安心します。あ、本当ですか。何をしてどういう人とっていうのを全然うちの娘は言ってくれないので、はい、倍してすごく安心します。ありがとうございます。逆に引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お母さんのルームツアーということで。あ、こんな感じになってるんですね。そうなんですよ、ピラティススタジオ。このマシンを使って、じゃあ今ここで教室をされてて、はい、今オンラインでもされてるんですか。オンラインでもやってます。へえ。はい、ということで、今お母さんとお父さんの話をちょっと聞いてたと思うんですけど、いいお父さんとお母さんだね。そうですかね。ね。めっちゃ恥ずかしかったよね。恥ずかしかったよね。どう思いました？お父さんもお母さんもやっぱり自分に対してちょっと考えてくれてるんだなとか思ったし、でもなんかやっぱり結局決めるのは自分だから、うん、自分の意思貫きたいって全然話響いてなくて草全然響いてないや話。不安とかはないですか、それに関しての。いろんな人に会うにあたってちゃんと丁寧に喋れるのかとか、やっぱり面接とか、うん、イエス添削とかもしてくださると思うんですけど、なんか全然そのまだダメダメなんで、うん、なんかそこがそのちゃんと耐えられるのかなっていうのが、はいはいはい、とても不安ではあります。最初ね、ゼロの状態でも積み上げてね、はい、できる状態になればそれは OK だと思うので、選考までにできればいいと思うので、それは大丈夫だと思います、はい、引き続き頑張りましょう。はい、今日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。